人気を集めた山陽勢は後ろから、ここはスタート合戦、1番の戦国が枠乗りを生かして前受け、7番の高鍋が前と車間を切っています。さあその高鍋が踏んでいって2番の木戸も後方から上昇していくんですが、一度まず高鍋が前で突っ張りました。先頭高鍋、切れ目の4番手に短期6番の黒木、2番の木戸は後方の5番手です。金が入って3コーナーから4コーナーに向かうところ、前で徐々に7番の高鍋がペースを上げてまいりますが、人気を集めた山陽勢5番手、さあこの辺りで仕掛けてまいりますでしょうか、最終ホーム。ただここではちょっと2番の木戸は行きません。5番の細川がしびれを切らして切り替えて現在5番手付近なんですけれども、さあ最終の 1,2 コーナー中間地点、もう一度2番の木戸が仕掛けていく。ただマーク4番の近藤は口が開いて短期での仕掛けになった2番の木戸敏之、木戸がここで先頭に変わりまして2番手以降を大きく離していきます。2番手には7番の宝部、その後ろには6番の黒木が入っていって4コーナーを回ってきた。先頭は2番の木戸、木戸先頭で五輪、2着には3番の梶山。